はい、皆さんこんにちは、村田良一です。今回のですね、山部選手の胸のトレーニングはですね、2種目目スミスマシンを使ったインクラインベンチプレスになります。今回はですね、ベンチプレスの動画よりは短いので、あんまりカットしないで、インターバルとかもねしっかり見てもらうように結構フルでいきたいと思います。まずウォーミングアップですね。シャフトのみでいきましょう。結構ですね、これ横から見てもらったら分かるんですけど、角度は結構きつめです。ただですね、しっかり胸張って足作って、その角度を少しですね、なんかこう緩やかにしているような感じですね。はい、はい、アップ2セット目ですね。これがプレート2枚なんで40キロですね。シャフトの重さは入れておりません。はい、ここでまたですね、20キロプレートを2枚足していきます。これはですね、80ですね。今横のですね、チャンネル登録者の方とですね、今私が話しておりますね。はい、今度その人のお店に行こうかなって話しております。はい、今度はアップです。3セット目ですね。横から取っていきます。この後ですね、解説があるんですけど、肘の開き具合とかですね、下半身の使い方も結構意識しております。で、この可動域も結構ですねあるみたいで、あんまり下げすぎないようにしてるらしいです。肩の伸展はあまりしないってことですね。そうですね、インクラインは下げすぎたら肩の方に来ますからね。というふうなことを今山部選手は言っております。ここで10と10を足して100ですね、プレートのみで。今ここで減量中っていう話をしてます。今減量中で5000カロリーぐらいで減量してるらしいです。6900から5000カロリーですね。
オフで大きくなったっていう話を今してます。お高いサプリを飲んでますね。いい写りです。ここでですねサイドチェストしてます、いいサイドチェスト。この辺はですね雑談をしておりますと、昔話ですかね。次はメインセットですね。1セット目100ですね。そうですね、少し肘外に開いて押すときにちょっと内側に入れるっていうのが動きになっておりますと。減量中めっちゃ汗が出るっていう話をしております、CLA 飲んでるよとか。この辺はですね、私の大会の時の体重とかですね、そんな話をしておりました。結構ですね遅い時間に行ったんですけどお客さん多いなって思いましたね。この時間結構曜日によってもですねめちゃめちゃ人多いらしいです。下関のね快活クラブなんですけど結構いいジムですね。ここ近くにあったらいいなと。ちょっとインターバルは、インターバル長めでございます。いいですね、こういう動画。私も何年か前にこうなったら楽しかっただろうな。
今山部選手とこの台の角度について話してます。まあ角度ですね、アーチを作って作るためにその角度を急にしてアーチでその角度を少し柔らかくして、まあ、しかもですねこの角度だと足がですね踏ん張りやすくなって力が出ると、なのでこの踏ん張りやすい角度っていう意味でもこの角度にしてるっていうふうな今解説をしております。全身で上げるようなイメージでこの種目はやってるそうです。あとベンチとかもそうですよね、全身で上げるっていう人なので、ここからですね足も入るように取ろうと思います。足からですね全身使ってあげる、これこの動画ですねこの角度よくわかると思います。全身使ってるって感じが、足アーチ下ろす、これですね可動域の問題と、あと肘ですね。ポイントは1、2、3ですね、いい感じだわ。何セット目かな、インクラインのスミスはですね4セットするそうです。山部さんノートをですね見たんですけど、何を書いてるか分かんないですね。今の話はですね山部選手のですね、まあ、パーソナルジムのフィットネスライフコーチのジムをですね少し大きくするっていう話をしております。大きくなるんですね、よかったよかった、うん、今のベンチプレス台の話ですね、ベンチプレス台を置こうかなと思ってる。さっき言ったやつね、横に開いて、押すときに内側に入れるみたいな話を今しております。ギロチンベンチみたいな話を今しております。
アーチの関連で、まあ、あんな感じで下げてますよっていう話をしております。まあ、詳しくはですね、ヤマベさんのパーソナルトレーニング受けてください。これ言っとけばいいなとか、こういう動きですよって解説しております。手首の動きも結構重要らしいですね。立てて下ろしてみたいな感じですね。3セット目ですね。これもプレートだけで100キロですね。まあ、ね、ここバーが9キロって書いてますね。あ、でもあまりバーはですね、重量に入れなくてもいいでしょう、スミスマシンは。仕掛けてあげるですね、全身にあげるっていうのを繰り返していきます。昨日はデッドリフトをしたらしいです。まあ、前日ですね。次でラストですね。4セット目。
ナイスですね。いいフォーム。っていう感じで、まあ、4セットほどやってもらいまして終わりましたと。はい、はい、プレート片付けですね。次の種目に移ります。次の種目はですね、ダンベルのプルオーバーです。これはですね、やはりこう、まあ、熊谷選手の時ありましたね、あのミスター山口になった2位の橋本さんがね、プルオーバーやってるって話で始めたらしいです、まあね、私もね昔プルオーバー、ね、やってましたね。結構いいですよねあれ。これ除菌シートで拭くっていうのは多分一生残りそうな気がしますね、雰囲気的に。悪いことではないってね、いいと思いますが、っていう感じですね。今回の動画はこれで終わりです。次の動画はプルオーバー編になります。では皆さん、最後まで見ていただきありがとうございました。またね。